ここからはサイバーラボのお時間です。えー、今週は今言っておきたい純喫茶。コーヒーサードウェーブと言われるこの時代。ブルーボトルコーヒーを楽しめるおしゃれなカフェもいいですが。どこか懐かしい昭和風の家具に囲まれて、マスター独自のこだわりの一杯をいただく。純喫茶も ねっそういう時行きたくなるんですけどねでもどうせ行くならなんかこうただコーヒーを楽しむだけじゃなくて「マスターただいまいつものやつ」でね、なんかそういうちょっとこうコミュニケーションがあ,あ山口さん今日いつも早いですねお隣の方はどなたですかねそういうちょっとこう 会話が楽しめるというかねお茶とともにとかそういう行きつけの店が欲しくなりますよね今週はですねそんな純喫茶を愛してやまない東京喫茶店研究所二代目所長、えー、純喫茶へ1件の著者でいらっしゃいますナンバリーナさんに今言っておきたいおすすめ純喫茶についてお話も伺ってますまあねもうナンバさん巡った純喫茶全国1300件以上、えー、純喫茶の定義は 昭和時代から営業していて地元の方に愛されているお店ということなんですけど今日はですね純喫茶が多いというこの沿線のおすすめです本日は中央総武線からおすすめの純喫茶2軒を紹介させていただきたいと思いますまずは阿佐ヶ谷にありますギヨンという喫茶店ですこちらは店内にブランコがありましてそこで 揺られながらコーヒーを飲むことができます。カウンター席は禁煙席になっておりまして、おしゃべり好きのマスターがいらっしゃったら、お話ししてみるのも楽しいかもしれません。食事のメニューも豊富で、ナポリタンやお店で焼くワッフルが人気です。あとこちらの店でおすすめなのは、一般的にクリームソーダというと、緑色を想像すると思うんですけども、こちらのお店では青色のクリームソーダをいただくことができます。 続いてもう一軒は東中野のルーブルです。こちらはパン屋さんの中に併設された喫茶室で、ミートソースがとても美味しくて私は好きです。あと、その名前から想像できないメニューがありまして、例えばセレナーデ、スノーワールドなど、どんなものかを聞く前に頼んでみて、テーブルに実際に運ばれてきた時に想像と実際のものの 答え合わせをするのも楽しいと思いますえっとセレナーデやスノーワールドがどのような食べ物か皆さん気になるかもしれないんですけどももしよろしければお店に実際に行ってぜひ注文してみてくださいありがとうございますえ今日は中央総武線から2件お勧めしていただきましたまずは阿佐ヶ谷にありますギオン こちらあの先ほど私がね J−POP と一声で、えー、決めていただきました、えー、プロデューサー、まあ、神様って呼んでますけどね、えー、神様もおすすめの一件ということで深夜1時過ぎまで営業しているので、まあ、残業帰りでも立ち寄ることができます続いて東中野のルーブルこうパン屋さんに併設された純喫茶ということでね食事もこちらおいしそうですよね、えー、セレナーデスノーワールドがどんな食べ物なのかこれ言一てのお楽しみでね なんかちょっとあのメロンソーダがあのブルーだったりとかこうやって出てくるはずのものがガッて出てきてこんなだったっけってでもこの頃ってこうだったよねと思うものとかねちょっと懐かしかったりするものもあ,ったあると思いますけどはいあなたもそんなお気に入りの純喫茶近くにひょっとしたらありませんまだ入ったことないとこサイバーラボ今週は今言っておきたい純喫茶をご紹介です明日もどうぞお楽しみに